の漢方で健康にのコーナーです。毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局小木秀幸先生にお越しいただいています。小木先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先生、今日はですね、はい、まあ、春のこの時期に増えてくる主な疾患ということで、はい、挙げていただきますが、どういったものがありますか。はい、やはりその、まあ、春先ということで、まあ、季節の変わり目、やはりその体の基本的なそのバランスが崩れる時期ですから、はい、まあ、例えば自律神経失調症であったり、あと不眠症、アトピー性皮膚炎、あと、不安症、パニック症候群ですね、うん、あと肌に関しましてはシミ、ニキビ、あと慢性疾患ではその、糖尿病、こういうふうな疾患がですね、まあ、統計的にも、まあ、増えてくるんですね。あ、はい、糖尿病もこの時期そうなんです。やっぱり今日も気温がもう20度を超えるというふうな形で、うん、やっぱりこう急にあの気温が上がると、はい、糖尿病というのはただでさえ口が乾くじゃないですか、喉が乾く病気、うんうんうん、でさらにはこう気温が普通の人でもこう乾いちゃうんで、うん、やっぱり意識しちゃうんでしょうね。あ、うん、また今日は埼玉市内、うん、乾燥注意報も出ていますので、うん、よりね、うん、よりやっぱり乾燥が、うん、影響してくるということなんですね。はい、そうなんですね、はい、さあいくつか挙げていただきましたが、今日はその中でも不眠症について特にお話をしていただきます。はい、はい、先生、不眠症というのはまず定義を教えていただけますか。はい、まずあの不眠症に関しましてはですね、あの、まあ、睡眠にはあのまずその個人差が大きくてですね、うん、まあ、例えばあのナポレオンが3時間しかこう 眠られ、まあ、眠らなかったとかですね、まあ、そういうふうなこう話ありますけども、まあ、それほどにも何にしてもしましてもですね、短い睡眠時間でぐっすり眠れる人とですね、はい、8時間以上こう眠らないとダメっていうような人がいろいろやっぱりあるわけですよね。はい、であとあの、加齢とともにですね、眠りがこう浅くなったり、朝こう早くこう目が覚めたりすることは、まあ、あの、あるわけですけども、うん、あの今現在こう不眠症にこう悩まされている方っていうのはですね、この日本で統計を見ていきますとですね、あの一般人口の約 20%、まあ、この 20% 約 20% の人がこの不眠でお悩みだという、まあ、まあ、データもあるわけなんですよね。5人に1人が不眠で悩まされている、はい、ということなんですね。そうなんです、はあ、では先生、あの不眠といっても、はい、何種類かあるということなんですけれども、これはどういうことでしょうか。はい、まずあの3つに分けてですね、よく説明される部分があるんで、それに基づいてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが、まずあの1つ目があの入眠障害という、 こう不眠症の種類があるんですね、はい、でこれはどういうふうなものかと言いますと、寝つきの悪いタイプでこう眠ろうとすればするほどこう眠れなくなってしまうと、うん、で入眠すると、まあ、朝まで眠れるという、うん、まあ、不眠症の中でまあ一番多いタイプとも言われてますけども、はい、まずこの入眠障害というのが一つ、まあ、あるんですね、種類としまして、うん、で2つ目の種類としましてはですね、熟眠障害というのがありまして、はい、これはどういうふうなものかと言いますと、眠りが浅くてですね、まあ、すぐにこう目が覚めてしまうと、でこういうふうな方いらっしゃるんじゃないでしょうか。夢ばかり見ててですね、うんうん、眠った気がしないと訴えるタイプ、はい、私当てはまりますね、割と夢を見るタイプです。あ、そうですか、はい、あ、そうですか、うんうん、まあ、例えばお年寄りの方だとか、うん、慢性的なこうストレス状態で、はい、まあ、仕事されている方に多く見られるというふうなことも言われてるんですね。そうか、ストレス状態にあると、はい、熟眠できずに夢ばかり見るんですね。うん、だらだらっていうふうな形で、だからストレスあんのかもしれませんね。いやいや、ありますよ、ありますよ。いろいろありますよ。それは冗談でちょっとあれでしたけど、いやいや、はい、うん、じゃあ、あと3つ目のタイプがですね、まあ、早朝覚醒という、まあ、種類の不眠症あるんですね、はい、でこれは、まあ、文字通りですね、朝早くこう目が覚めてですね、うん、まあ、その後眠れないというタイプ、それこそご高齢の方に多いタイプですよね。あ、これでも主人が、はい、あの
いつもではないんですけれども、はい、なんかこういうことを言っていた時期ありましたね。早く目が覚めちゃうんだよって、で眠れないんだよって、はいはい、その後って。でもじゃあおじいちゃんと、いやでもまだお若いで、それはまあたまたまそういうふうな、うん、何かこう気になることがあってという、まあ、このね早朝覚醒の不眠症という形はないんじゃないかなと思いますけど、先生もフォローありがとうございますね、はい、いやいやそうか、はい、うんうん、こういうことがまあ続くということですね。そうですね、はい、はいはい、一つ目が入眠障害、これが不眠症の中で一番多いということです。で二つ目が熟眠障害、三つ目早朝覚醒というタイプ、三種類あるということで挙げていただきました。はい、はい、では症例お二人紹介していただきます。まずお一人目の症例は、はい、まず 5,6 年前からこの 不眠症でですねお悩みの方の症例なんですけども、はい、まず、この方はですね眠りが浅く起きた時もだるさが残って体のだるいことが多いんですと、うん、で頭が重い、あと不安感、うつ傾向にある、うん、で微熱が出やすいと、うん、で生理不順でもありますと、で肝機能がちょっと低下してて、まあ、貧血気味だと、で病院の方では抗うつ剤と不眠症の薬なんかもいただいているという方の症例なんですね。でこちらの方にはですね神気筆湯というお薬、はい、まあ、これを服用していただいたんです、うん、でこの方のまあ経過状況なんですけども、まず1ヶ月経った時点のコメントがですね体のだるさと頭重感が取れてきたということだったんですね。で、3ヶ月経過した時点ではですね寝つきが良くなってきまして、ぐっすり眠れるようになってきましたと、で朝の目覚めも良くなってきましたということだったんですね。で4ヶ月経過した時点では、まあ、最近この気にしてたこの微熱もですね出なくなって、まあ、生理も順調に来るようになりましたと、でもちろんまあ不眠の方も大丈夫ですということをおっしゃられたんですね。で7ヶ月経った時点ではですね、まあ、眠れなくて困ることはまずなくなりましたと、で病院の方からはですね、まあ、薬は一切、まあ、服用しなくても大丈夫だと、で服用、してないと、で体の調子は非常にいいというようなコメントをいただいている方の症例なんですね。この5年が読まれていて、はいはい、この漢方神気筆湯を、はい、服用されて大体7ヶ月後でこの方は効果が出たということですね。そうですね、はいはい、ではお二人お願いします。はい、こちらの方はですねここ 1,2 年眠りが浅くてこう夜中ですねすぐ目を、覚ましてしまうというふうな形でご相談いただいた方なんですね、はい、でこの方は夢をですね多く見るということ、うん、で朝起きた時体がだるい、でイライラしやすくですね不安感が強い、で時々めまいを起こしますと、はい、で電車に乗るだけでもですね頭からこう汗が落ちてくるという、まあ緊張タイプなのか、まあ、要は電車に乗るだけでも汗が落ちると、であとこの方は体質的にですねコレステロール値が少し高いんですね、はい、で病院の方からまあ、睡眠導入剤とあと整腸剤をいただいているという方の症例なんです。でこちらの方にはですね経歯下隆骨ボレー糖というお薬を服用していただいたんですね。でこの方のまあ経過なんですけども、まず1ヶ月経った時点ではですねイライラ感が取れてきたんです、うん、はい、で3ヶ月経過した時点では、まあ、最近少し眠れるようになっ長く眠れるようになってきたんですけども、まだ夜中に 2,3 回は目が覚めますと、うん、で5ヶ月経過した時点ではですね夜眠れるようになったせいか昼間うとうとすることはなくなりましたと、うん、はい、で6ヶ月経過した時点ではですね不眠の方はほぼ完全に良くなってですねしっかり眠るようになったし、あと電車に乗る時もですね変に汗をかくこともなくなったと、うん、はい、で8ヶ月経った時点なんですけども今では病院のお薬は全く飲んでいないし、うん、漢方薬だけでですね眠れると、うん、はい、で細かい他の症状も良くなってですね体がまあ元に戻った感じなんですというふうに喜ばれた方の症例なんですね。全体的にね整ってきた、はい、ということなんですね、うん、そうですね、やはりこの時期、はい、免疫力を上げるためにも睡眠大事ですよね、はいはい、そうですね、いい質の、ね、睡眠が取れるといいですよね、うん、そうですね、やっぱり昼間使った体をリセットする時間、うん、これがまあ睡眠なわけで、うん、このリセットできなければやっぱりこう体の方はやっぱり、うん、まあ、疲れが残ったりとかやっぱりこううまい具合にリフレッシュした形の中で次の日、うん、行動することができないという部分はやっぱりありますよね、うん、はい、ありがとうございました、はい、今日は不眠症についてのお話でした。
ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も石井薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生、ありがとうございました。 ありがとうございました。小木先生、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最近も言われてなかったら、私も不眠かもしれない。なんかそんなに漢方専門一心堂薬局はいつも毎朝すっきりしたっていう感じないですもんね。それはお茶さんはやっぱり忙しすぎるからじゃないですか。ラジオテレビそういうふうな、結構家でダラダラしてますよ。いや、そ外で、ね、うん、それでやっぱり家のなんかこう仕事と同じようになんかこうねやったりなんかするって、それはもうスーパーガールです。いやいや、そう本当に先生よく言い過ぎ。あ、そうですか。いや、でもやっぱりこう番組をラジオだテレビだでいろいろこう東京行ったり埼玉行ったりでこうやってて、やっぱり気使うじゃないですか。やっぱり家でやっぱり、うん、ほっと、やっぱり先生に比べたらもうわずかなわずかな動きですよ私なんて。そんなことはないでしょうけど、あ、これこっちでいい。はい、ありがとうございます。いえいえ、本当にありがとうございます。はい、電話でのお問い合わせは、何なりと言っていただければまた